まどうもバキュンバキュンのレジ君です。ということでね、バカデカ銅像に向けてイカトラップ作っていきましょうか。まずはどこに作るかという話をしていこう。イカちゃんがね、どんな生物かっていうと川ですね。川とか海にスポーンする、通称ゲソゲソくんね。なんで作るとしたら、そうだな、この辺とかこの辺がいいよね。ただやっぱりね、私効率中なんで水抜きする必要があるのよね、効率を高めるためには。なんで、まあ、景観を考えるとこの辺になるのかな。ちょっと一回行ってみようか。はいはいはい、ちょうどこの辺ですね。この辺なら水抜きも楽勝だし、イカもいっぱい湧いてくれるしって。ほら見て、いっぱい湧いてるでしょ。うわ、なんかわかんないけどすごい鳥肌立った今。本当はね、この辺にもね、作ろうかなと思ったんだけども、ちょっとね、水必要だよな。絶対ここの水ね、なくなったらね、見た目が終わっちゃうから、ちょっと離れたところ。一番の理想はこういったところだよね。水抜きも超楽なんですけども、かなり離れている。さあ、ということでね、早速水抜きしていこうか。Oh no、スポンジが全然ないよ。久々に海底神殿勝ち込みに行くよ。びっくりする。きたー、ここやばいね。画面いっぱいのマングローブ、ということで今回はイカトラップを作っていくぞ。思った以上に時間がかかってて、さ、バイオームが川の部分は全部水抜きじゃ。あのね、水抜き1時間くらいで終わるかなと思ったら、もうこの時点ですでに2時間かかってます。ということでね、今から水を抜いていきたいと思います。いや、すぐに終わると思ったんだけどね。区切ってみるとめちゃくちゃすげえ量になってそうだな。イカちゃんごめんね。え、待って、これはなかなか大変な作業になってくる感じ。はい、大丈夫か、大丈夫か。ごめん、これだけなの今の作業で。60個使ってこれだけなの。あと何個やんの、これ。どんだけ時間かかるの。ガンバレジェス、思った以上に大変な作業ちゃったが、大いなる目的、バカデカ銅像のためにイカスミは絶対必要なのじゃ。オッケー、超大変だったね。こうやって見ると確かに広い空間ですね。2時間もかかってしまったからの、まだまだ完成じゃないんだよね。砂を取り除く作業めんどくせー。なんか海底神殿の時よりきつくね。撤去します。水抜き完了。これで思い通りの場所にイカをスポーンできるぞ。さあ、どんな水槽を作ろうかな。めちゃくちゃ綺麗になったね。そうしたら早速トラップ作っていこうか。一番いい効率はもう今までのトラップで学びましたね。ネザーに送り出すことですね。なんでね、ここに黒曜石で囲った水槽を作りたいと思います。ということでトラップを作っていくぞ。イカは10体までしか同時に分けないのじゃ。湧いた瞬間にネザー送り、これで無限に湧くということじゃな。オッケー、イカちゃんの水槽ができましたね。そしたらね、処理槽を先に作っていきたいと思います。まずはネザーに行く。ゲートを1回ぶち壊して、新しいゲートをこちらに作ります。ここから全部のイカが出てくるイメージね。オッケー、そしたらちょっと綺麗にいたしましょう。あー、ネザー大改造も早くしたいの。ピグリンの攻撃場も作りたい。回収装置と処理槽完成いたしました。ただこのままだとね、イカちゃんが左右に行ってくれないので、ちょっと一回壊しますね。からのここにボートを置きますと、そして赤ちゃん、うお、一発で生まれてね。おはよう、イカの見守りリンによろしくね。オッケー、大人になったな、大人になったら乗ってくれ。そしてこの上にもまたまたもう一つボートを置く。カモンヌ、え、すごいんだけど、ネザーの成長率一発、やばいやばい、乗っちゃった。いっぱい食べる君が好き、マストルマン。さあ乗るんだ、オッケーオッケー。こちらもまたまた一回落として、まだまだ行くよ。生まれなかった。カモン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 。あー、ごめんごめんごめん。こんな感じでね、鶏を真ん中に置くことによってイカがどんどん処理槽へ送られてくって感じね。考えた人ほんと天才 TV だよね。よし、君で最後かな。乗りたまえ乗りたまえ。鶏パタパタ製造機完成。あとはネザーゲートをここ、
よし、オッケー、みんな移動してないね。オッケー、これでね来た瞬間こっちに移動するし、こっちから向こうに行くことはできないという完璧システム。あとはね、この中に水を大量にぶち込んでイカちゃんを大量に発生させるだけ。果たしてうまく動くのだろうか。水入れスタート。結末を教えよう。わかなかった。イカちゃんトラップ完成。しかし湧いてないですね。ちゃんとねここ緑のところに立たないと湧かない感じなんだと思うんだよな。どうだろうか。有効的なモブ牛とか鶏はね10体までしかね同時に湧けないとのことなので、ちとすまないが豚とかを一回処刑する。ごめんねごめんね。うん、湧いてる感じがしないね。ちょっと現場確認いたしましょう。どれどれ。はいはい、ピグリンさんはやられてお亡くなりになってると。しかしアイテムは入ってないね。問題は2つあったぞ。1つは水抜きが中途半端だったこと、もう1つは水槽の中にガラスを入れたこと。やっと湧き始めたぜ。全く湧かなくてね、3時間くらいアクセクしてたんですけども、この中間に挟んでるガラスが悪さをしていました。ガラスの上にモブが湧けないっていうのは全モブ共通なんだね。なんだかんだ時間がかかった。トラップ、疲れ果てたレジェ君はお休みしたとさ。おはようございます。ちょっとね現実の世界で一眠りしてきました。果たしてなんだなんかいるぞ。こんにちはこんにちは。行商人さんじゃないですか。今日もくだらないもの売ってますね。ということでね、まあ8時間くらいかな、放置してみた結果どれくらいイカスミが集まっているのか確認しに行きましょうか。ウィスウィスウィス。待って、出てきた瞬間エンダーマンぶち切ってる。おお、いい感じにイカちゃんが湧いておらっしゃいますね。うるさいんだけどお前、イカみてえな見た目しやがって。よ、ん、襲撃者の声がする。なんで、なんか襲撃者の声するんだけど。いるねいるね紛れてるね。ちょっとピグリンたち楽にしてあげようか。ごめんねごめんね。この襲撃者は面白いから生かしておいてあげよう。本題はどれくらい集まってんのかって話いきますよ。せーので、トゥイ。おい、いっぱい、あ、いっぱい、あ、めっちゃ集まってるね。わー、はいはい、もうこれで一生困らないね。あ、とんでもない量。あ、もしかしてパンパン、あ、パンパンザウルスだ。あ、すごいですね。うわあ、夢みたい。ずっと欲しかったんだよねイカスミ。これで黒色の染料は一生困らないな。オッケー、そしたらこっからが本番です。今ねくり抜かれたとぐちゃぐちゃじゃないですか。これさ、スプラトゥーンでいう縄張りバトルみたいな感じにしたら可愛くねえか。やっていこう。おお、そしたらまずはコンクリートを作っていこうか。もうね、砂も砂利も全然ないのよね。禁断の砂利と砂無限装置作っていいですか。物足りないんだよな。ここにさ、ここにでっけえキャラクター作ったらよくね。やっと完成したぜ。スプラトゥーン広場どうすかどうすか。上から見た時にすごくないか、このインクが飛び散ってる感じ。もうでかすぎてね、近くで見ると何これ、どうした、なんか汚れてんのかなと思うんですけども、上から見るとドゥン、イカちゃんがね5体もいますよ。これも可愛くないか、イカトラップのイカ。だってさ、もともとはよ、私レジェクラのもともと初めて作ったトラップこれよ。このスケルトンの頭、ここスケルトントラップだよって。今となってはこうよ
レジェシーよ、ドゥフドゥフ成長したの。いや、このスプラトゥーンのキャラクターいいよな。一番のこだわりポイントはこのね、背中のタンクのところですね。マグマをね、背負わせました。はい、彼女のインクはマグマですよ。めちゃくちゃアチアチです。いいね、ずっと見てられますね。すげー大変だったわ。シュルカーボックスの並びだ。もうこれ見たらわかるでしょ、どれくらいこの作業に時間を費やしたことか。掃除掃除。わお、夜に来るとマグマがイカしてるね。ということで、次回はですね、大量のイカ墨をゲットしたレジェス、このイカ墨を使ってバカデカ銅像を作ろうぜ、自分自身のな。ね、見てこれ、マップで見てもかわいいね。てな感じで最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。思ったより時間がかかったから、光るイカのトラップは作れなかった。